金魚は愛されるだけなのよ。君は偉い金魚だ。詩人が散文家になる人はいます、うん、小説家が詩人になったっていう例は聞きません。心は何に例える。心は紫陽花の花、桃色に咲く日はあれど、薄紫の思い出ばかりは千なくて。心はまた夕闇のそのうの吹き上げ、音なき音の歩む響きに、心は一つによりて悲しめども、悲しめどもあるかいなし。ああ、この心は何に例える。心は二人の旅人、されど道連れに耐えて物言うことなければ、我が心はいつもかく寂しきなり。皆様こんにちは。20回目のシイノキライブラリー、本当にたくさんの方にお越しいただきましてありがとうございます。10年目を迎えました。20回目です。立ち見の方申し訳ございません。私もずっと立ちますので、ご一緒に、1時間くらいかなと思うんですけれども、最後までお付き合いいただければとても嬉しいです。さて、今回はですね、朔太郎と彩青ということで、もちろん金沢の皆さんは三文豪の一人室生彩青はもう小さい頃からね、馴染まれていらっしゃると思います。郷土の詩人。この彩青の大親友だったのがもう一人の朔太郎、萩原朔太郎です。彼は群馬県前橋市の出身です。で、この二人が出会ったというか交流を始めたのが大正2年1913年、今からちょうど110年前になるんですね。今年は2人がこう手紙のやり取りを始めてから110年の節目の年になります。で、今でこそ新幹線も通りましたし、前橋から金沢まで白鷹で2時間半で着きます。メールもあります、 LINE もあります。でも当時はなかなかね、出会うことすら難しい。ある一つの雑誌に二人がこう投稿、詩の投稿をしていて、で、彩青の詩に朔太郎が一目惚れをして、熱烈なラブレター、ファンレターを出して、そこから交流が始まったんだそうですが、実は私も金沢に住んでもう20年近い、合計長くなるんですけれども、出身は群馬県前橋市でして、本当に朔太郎は皆さんにとっての彩青のような存在で、子供の頃からとても親しんでいる詩人です。この私のふるさととこの金沢のその2人がこうとても仲いいっていうのを知ってすごく嬉しくて、何かご縁を感じて、今回は110年の節目、そして20回記念ということで、この朔太郎とそして彩青を皆さんに聞いていただこうと思っております。で、今一番最初に、聞いていただいたのが萩原朔太郎の心という詩です。有名な詩で、皆さんスタジオジブリのゲド戦記って映画がありまして、その中で心を何に例えようって手嶋葵さんが歌われてる、これはこの朔太郎の詩を元に宮崎吾朗監督がこの詩を作られたそうなんですね。こうやって今も本当に多方面に影響を与えている2人です。で、ピアノを弾いてくださったのはもうこのシイノキライブラリー10年来のパートナーになっております、唯一無二のピアニスト鶴見彩さんです。朗読は私泊丸亜希子、そして今回20回のスペシャル記念でお待たせいたしました、お呼びいたします、萩原朔美さんです。
皆さんご存知だともちろん思われます。そしてお名前もね、でもお分かりの通り萩原朔太郎の実のお孫さんでいらっしゃる萩原朔美さん、はい、よろしくお願いしますちょっと緊張、未だに緊張してるんですけれども、多摩美術大学の、名誉教授をされていらっしゃって、で演劇、舞台の俳優もされていらっしゃって、映像作家、そして、編集長、雑誌の編集長でもいらっしゃる、もう昔、うん、でもいわゆる文化のもう最先端をこう走ってこられた方ですけれども、今前橋文学館の館長もされていらっしゃるんです ね、 そして金沢とのご縁が実はとても深くていらっしゃいます。去年からそうです、金沢美術工芸大学の客員教授をやらせていただいてます、はい、今日学生さんはわからない今日いる方、ありがとうございます、あ鈴木先生、学長、ありがとうございます、彼に呼んでいただいた私も、はいはい、そうそう、あ、そうか、金沢美大に、うん、そうご縁があったのは去年、鈴木さんの、先生ありがとうございます金沢の印象というのはいかがですか？いや、鈴木さんから伺って、金沢美大の歴史が、市民の方が、戦後だね、一番最初に何が必要だっていう時に大学が必要だっつって、あの大学ができたっていうところがすごいなと思って、普通何にもないところでいきなり大学を作るって言いますかと思ってね、ものすごい感銘を受けました。それでだから断るごとに言ってます、それを。あと鈴木大拙記念館にちょっと感動して、言葉を持ち帰るって素晴らしいと思って、すぐに帰って、前橋文化課でもうちも言葉を持ち帰ることにしようっつっていきなりやり始めました。あ、文学館さん行くと詩が取れるようになってますけど、あれは鈴木大拙記念館のおかげです。ああそうなんですね。でもなんかそのあたりもじゃあつなげていただいてありがとうございます、はい、で今日は朔美さんに朔太郎の詩を主に読んでいただいて、で私が、今から再生の詩をちょっとこう続けて、再生朔太郎、再生朔太郎、再生朔太郎というふうに、読みますので、ちょっとね雰囲気の違いですとか、はい、そういうのも楽しみながらまずはお聞きください。西川無老再生。美しき川は流れたり、そのほとりに我は住みぬ。春は春、夏は夏の花つける包みに座りて、細やけき本の情けと愛を知りぬ。今もその川流れ、美しき微風とと青き波たたえたり。大渡り橋、萩原朔太郎。大渡ここに長き橋の貸したるは、かの寂しき宗者の村より直として前橋の町に通ずるならん。我ここを渡りて荒涼たる情緒の優るを知れり、行く者は荷物を積み車に馬を引きたり、慌ただしき自転車から。我この長き橋を渡るときに、白母の飢えたる感情は苦しくせり、ああ故郷にありて行かず、潮のごとくにしみる勇敢の痛みを尽くせり、すでに孤独の中に老いんとす。いかなれば今日の激しき痛恨の怒りを語らん。今我が貧しき書物を破り、過ぎゆく利根川の水に一切のものを捨てんとす。我は狼のごとく飢えたり、しきに欄干にすがりて
歯を噛めども戦方なしや、涙のごときものあふれいで頬に伝い流れてやまず、ああ我はもと疲労なり、行く者は荷物を積みて馬を引き、このすべて寒き日の平野の空はクレントス。春から夏に感じること、室生再生。自分は子供の時代からよく小さな生き物を救うた。水に落ちたものや命を害されようとした小鳥などを救うた。そんな時自分は、春になったらお礼に来い、たくさんお礼を持って来いと言って話してやった。自分はそんな時に大概美しい気がしていた。どんな細微な生き物にも深い運命を担った使命があるに違いない。何かしら天上のものと通じたものを持つ生き物にはきっとその魂に刻まれた愛を返しに来る時があるに違いない。自分はいつもそう思いながら、這うものを踏むまいとして汚い道を歩いた。私は今でもその心を失せきらないでいる。目で生きているものを害してはならないと信じる。小さな生き物一つを救うた日はきっと良いことがあると信じる。自分の対世間的な激怒の折々にこんな小さなことにも気が優しくなる。私が救うた生き物が皆今やってきて自分に報いてくれるに違いない。そのために今自分は幸福であるに違いない。このように心が平和であるに違いない。恐ろしく憂鬱なる萩原朔太郎。こんもりとした森の木立の中で一面に白い鳥類が飛んでいる。群がる群がりて飛び巡る。テフ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 、緑の葉の厚ぼったい隙間からピカ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 と光るその小さな鋭い翼。いっぱいに群がって飛び巡る。テフ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 。ああこれはなんという憂鬱な幻だ。この重たい手足、重たい心臓、限りなく悩ましい物質と物質との重なり。ああこれはなんという美しい病気だろう。疲れ果てたる神経の生めかしい黄昏時に私は見る。ここに女たちの投げ出した重たい手足を、疲れ果てた腿や乳房の生めかしい重たさを、その鮮血のような唇はここにかしこに、私の青ざめた額の唇に、額に、髪に、髪の毛に、腿に、股に、脇の下に、足首に、足の裏に、右の腕にも、左の腕にも、腹の上にも、押し合いて息苦しく重なり合う。群がり群がる物質と物質との因愛なる塊。ここにかしこに、老い乱れたる腸の真っ
黒の集団。ああ、この恐ろしい地上の陰影、この生めかしい幻の森の中に、次第に広がってゆく憂鬱の影を見つめる。デフデフ。その私の心はバタバタと羽ばたきして、小鳥の死ぬる時の醜い姿のようだ。ああ、この耐え難く悩ましい生の感覚、あまりに恐ろしく憂鬱なる。デフデフデフ。猫の歌、無老再生。猫は時計の代わりになりますか？それなのにどこの家にも猫がいて、ブラブラ足を汚して遊んでいる。猫の性質は人間の性質を見ることがうまくて、優しい人について回る。厳しい人にはつかない。いつも眠っていながら半分目を開いて人を見ている。どこの家にも一匹いるが、猫は時計の代わりになりますか？猫、萩原朔太郎。真っ黒毛の猫が2匹、悩ましい夜の屋根の上で、ピーンと立てた尻尾の先から糸のような三日月が霞んでいる。わー、こんばんは。わー、こんばんは。おにゃーおにゃーおにゃー。わー、この家の主人は病気です。ということで、再生朔太郎、再生朔太郎、再生朔太郎と聞いていただきました。朔美さん、今なんか屋根の上の猫が見えるようでした。変だしでもこれって全く作ってなくて、もう本当にこの通り書いてあるんですよね。いや、すごくこう、あえてちょっと対比的な詩を今回今抜き出しているんですけれども、やっぱりちょっと雰囲気違いますよね。暗いね。朔太郎大渡橋、最初に読んでいただきましたけれども、やっぱり関東平野なんですね。とにかくもうこうバーッと広々っとしていて、で風がピューッと吹き渡って、もうカラッと乾燥、もうなんか喉が痛くなるような乾燥、そういうところでやっぱり生まれた詩なのかなっていう。前橋は 詩人が6人ぐらい有名な詩人が出てるんですけど、はい、あれね、私の感じだとね、風だね。風、あんなにしょっちゅう乾いた風吹いてたらね、人狂うね、やっぱり。ライアル・ワトソン の風の博物誌って読んでたらば、小学校の校庭で、風速何メートル以上風が吹くと喧嘩がいきなり増えるっていうのがあって、そうなんですか。やっぱり人ってあんなに、ね、年がら年中風に吹かれるとね、うんうん、絶対ね、詩人になります。詩人になる。私前橋育ちですけど、ならなかったです。いや、でも本当に金沢はやっぱりこう湿気のあるこう湿度のなんかかえって暖かいようなね感じがあるので、そのなんかカラッとした感じと潤い感と、やっぱり生まれてくる詩が違うなっていうのを、ね、なんか日本全国の県の中で一番肌が汚いのが群馬って書いてありました。で綺麗なのが金沢なんですよね。
あ、1位が僕ね、東京駅でそれ見て何だろうかなと思ったら、あ、風だと思って乾燥しちゃうの、きっと。大丈夫ですか？ここにいて平気だけど、群馬に帰るとすっごい化粧水つけます。本当なんですよ、これ肩とカサカサになりますからね。あと途中で、作太郎の詩で恐ろしく憂鬱なるテフテフテフ、これがもうたくさん出てきて、これは蝶々のことですよね。テフテフ、羽が空気をこう振動させる音だっていうふうに作太郎は書いてるんですけど、あれは絶対テフってフって音っていうのはフって空気を出すんですよね、はい、手って舌でもって跳ねて、ふってその跳ねた口の中で起こった嵐を外にふって出すっていう、そういう手、ふって、ふって言う、それを何回も言うっていうことは、その風を吹き出すっていうところの感じが、なんかこう、蝶々の羽ばたきの感じを出してるっていう、そういう感じですね。それとウラっていう何回も出る詩があるんですけど、はい、ウラって口を開けるんですよ。ウで閉じてラって、でウラウラって連続しているっていうのも明らかにあの口の動きを詩がこう、言っている。これ女性の名前ですよね、うん、割とこう、ね、だからこう引き込むというか、ウラでこう引き込んでいく感じ、テフとは反対な、反対な感じで。そうか。それとか静かにきしれしりん馬車っていうのが4行続く詩があるんですけど、はい、静かにきしれしりん馬車って詩が4回続くんです。しっしっしって言ってるんですね。静かにきしれしりん馬車って、その耳の中でしっ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 て4回続けられるっていうことに絶対人の心が反応するっていう計算をしてるんだよね。そうなんですね。なんか詩も本当にリズムというか音楽みたいな感じもしますね。谷川俊太郎さんはもう詩は音楽だって言ってますね。確かにどうしても僕たちは、僕なんかは詩書かない、散文家ですから、散文は意味をなさないと何なんだけど、詩は意味を外れてるわけじゃないですか、うん、でその意味を求めないで、確かに詩は音楽だって言われると、音楽でララララララっていうのに意味ありますか？一つ一つの音楽を聴いて、その意味はって誰も意味わからない、意味なんかないんだけど、音楽を聴いてると心をグッとつかまされるっていう、音楽に意味がないけど心をつかませる、詩も意味だけじゃないものに心をつかませるっていう、そういうことあるんじゃないかなと思いますね。私は散文家だからね、ダメな詩が書けないもんだから。そうですか。エッセイとかすごい書かれてるし散文と韻文は全く違います。もう世界が全く違う。後ほどちょっと散文も読もうと思うんですけれども、その前にちょっと、実はここに今本が3冊並んで、後でご覧いただければと思うんですが、これは、月に吠えるという萩原朔太郎の有名な詩集、第一詩集、そして一番右が青猫という第二詩集ですかね。そして真ん中には、再生の叙情小曲集、これ初版本の復刻版です。ちょうどちょっとチラシを置かせていただきに、およよ書林さんってせせらぎ通りにのお店に行きましたら、とまるさん今日これ入ってきたんですよって、もうこれは縁だなと思って購入させていただいて、で今ここに並べさせていただいたんですが、青猫というこの詩集が、今年発刊100年を迎えました。これもちょっと節目なので、その青猫から少しだけ抜粋をして2人で読ませていただきます。青猫、定本青猫より、萩原朔太郎。詩を作ることを久しくして、ますます詩に自信を持ち得ない。私のごときものは惨めなる青猫の無間に過ぎない。青猫、ああこの大きな都会の夜に眠れるものは、ただ一匹の青い猫の影だ。悲しい人類の歴史を語る猫の影だ。我の求めてやまざる幸福の青い影だ。いかならん影を求めて
みぞれ降る日にも我は東京を恋しと思いしに、そこの裏町の壁に寒くもたれている。寂しい青猫、ここには一匹の青猫がいる。そうして柳は風に吹かれ、墓場には月が昇っている。石竹と青猫。緑の石竹の花の陰に一つの幻の死体は眠る。その黒髪は床に流れて、手足は力なく投げ出され、寝室の上に仰向いている。そうは一つの寂しい青猫。君よ、無間に怯えてこの悲しい戯れをとがめたもうな。青猫ってすごく子供の時に聞いて、なんて素敵な響きなんだろうって思ったんですけれども、寂しいですね、こうやって聞いてみると、うん、それからその実体の青猫じゃなくて、うん、青猫の影だもんね。そう、あ、そうですよね。だから影だから、うん、影は青いんですかって感じだけど、影だからね。なんかこれってやっぱりこうちょっと憂鬱とか孤独とか寂しさみたいなのの象徴なんですかね、うん、どうなんですかね。詩書かないから作太郎ではないですもんね。三文化ですから。あ、そこそこそう。でもなんかあの実はこの後その続きで猫物をもう一つ、うん、あの行こうと思うんですけれども、うん、それがさっきお話ししてその三文です。うん、作太郎はほとんど詩で、あと評論とあの小説っぽい、そうですね。再生はもう詩からだんだんこう小説の世界へ行きましたけど、詩人で、うん、三文化になった人は結構います。最近では富岡太子さんみたいな感じで、はいはい、詩人が三文化になる人はいます、うん、小説家が詩人になったっていう例は聞きません。それは詩の方が難しいからです。それはもうじゃ あ, 三島由紀夫が詩を書きましたか。あんだけ三島さん、あのやっぱり詩に自分は詩人で詩を書きたいって言ってたんだけど詩は書けませんでした。うん、芥川龍之介もそうです。芥川龍之介も書いてますけどね、うまくございません。あのもう読むははっきり分かります。だからそういう意味では、詩人が小説家になることはできる、うん、しかし小説家が詩人になったっていう例はあんまり聞かないと思います。で今から読むのはその、まあ、詩人が書いた散文、作太郎が書いたちょっと短い物語をさらにちょっと短くしてお聞きいただきます。猫町というこれまた不思議なお話です。ちょっと長いので、あの、はい、さくみさんお椅子に座ってお聞きいただければと思います。猫町、萩原作太郎。猫その頃私は北越地方の K という温泉に滞留していた。私は一人で裏山などを散歩しながら所在のない日々の日課を過ごしていた。ある日私は京弁鉄道を途中で下車し、徒歩で夕町の方へ歩いていった。その細い山道は経路に沿うて林の奥へ消えてゆき、目的地への道しるべとして私が唯一の頼りにしていた汽車の軌道レールはもはやどこにも見えなくなった。迷子。私の心に浮かんだのはこの心細い言葉であった。山は次第に深くなり、小道は茨の中に消えてしまった。幾時間かのあと、私は思いがけない意外の人間世界を発見した。そこには貧しい農家の代わりに美しい町があった。無数の建築の家屋が並び、塔や鼓楼が日に輝いていた。
こんな偏僻な山の中にこんな立派な大都会が存在しようとは容易に信じられないほどであった。大通りの街路の方にはガラス窓のある洋風の家が多かった。理髪店の軒先には紅白の丸い棒が突き出してあり、ペンキの看板にバーバーショップと書いてあった。旅館もあるし洗濯屋もあった。町の四つ辻に写真屋があり、ガラスの家屋に秋の日の青空がわびしげに映っていた。時計屋の店先には眼鏡をかけた主人が座って黙って熱心に仕事をしていた。町は人手でにぎやかに雑踏していた。そのくせ少しも物音がなく、看画にひっそりと静まり返って深い眠りのような影を引いていた。町全体が一つの薄い針で構成されている危険な壊れやすい建物みたいであった。ちょっとしたバランスを失っても家全体が崩壊してガラスが粉々に砕けてしまう。私は急に不安になり、周囲の充電した空気の中で神経の張り切っている苦痛を感じた。ここに現象しているものは確かに何かの強調である。確かに今何事かの非常が起こるに違いない。私は恐ろしい予感の中で焦燥した。空は透明に青く澄んで、充電した空気の密度はいよいよ刻々に高まってきた。建物は不安に歪んで病気のように痩せ細ってきた。瞬間、万象が急に静止し、底の知れない沈黙が横たわった。何事かわからなかった。だが次の瞬間には何人にも想像されない世にも奇怪な恐ろしい異変児が現象した。見れば町の街路に充満して猫の大集団がうようよと歩いているのだ。猫どこを見ても猫ばかりだ。そして家々の窓口からはひげの生えた猫の顔が額縁の中の絵のようにして大きく浮き出して現れていた。これは人間の住む世界ではなく猫ばかり住んでいる町ではないのか。自分は幻影を見ているのだ。さもなければ狂気したのだ。私自身の宇宙が意識のバランスを失って崩壊したのだ。旋律が闇を走った。だが次の瞬間、静かに心を落ち着けながら私は今一度目を開いて事実の真相を眺め返した。その時もはやあの不可解な猫の姿は私の視覚から消えてしまった。街には何の異常もなく、窓はガランとして口を開けていた。猫のようなものの姿はどこにも影さえ見えなかった。ここに現実しているものは普通の平凡な田舎町、しかも私のよく知っているいつもの夕町の姿ではないか。意識がはっきりしたとき、私は一切のことを了解した。山で道を迷ったときから
私はもはや方位の観念は失踪していた。私は反対の方へ降りたつもりで、逆にまた夕町へ戻ってきたのだ。しかもいつも下車する停車場とは全く違った方角から町の中心へ迷い込んだ。そこで私は全ての印象を反対に、磁石のあべこべの地位で眺め、上下四方前後左右の逆転した第四次元の別の宇宙、景色の裏側を見たのであった。だがしかし、今もなお私の記憶に残っているものは、あの不可思議な人外の街。窓にも軒にも往来にも猫の姿がありありと映像していた、あの奇怪な猫町の光景である。私は今もなお固く心に信じている。猫の精霊ばかりの住んでいる町が、確かに宇宙のあるどこかに必ず実在しているに違いないということ。おしまい。なんかものすごいこうことをおっしゃってますけれども、これいわゆる方向音痴ってやつですよね。地図の読めない音。でも方向音痴の人からは ものすごくわかる気がします。なんかもうここはどこだろう、どこに行ったらいいんだろう、ね、はい。実際に作太郎さんはすごい方向音痴だったっていうふうにだろう、ね、はい、聞いているので、まあでもそれをこういう不思議なお話にしてしまう。いや、あの作太郎の散文もいいですね、すごく。なんかあの昔自分の電話番号を反対側からかけると、なんか自分の町とそっくりなんだけど、全部ひっくり返した町があるじゃない、そこに電話かかるんじゃないかっていう幻想があったけどね。あ、そんなこと考えられてたんですか、逆からかけると。なんかそんな気がする。ちょっとやったことないですけど。やったことないですか。旅してみたい気もしますね。いやでも本当にあのここまでのところをご紹介しているあの作太郎さんの詩は、こうとてもなんて言うんでしょうか、あのやはりちょっとこう不安感とか、まあ、孤独感とか、すごくこう研ぎ澄まされたこの言葉への感覚というものが、本当にこうキリキリと心に刺さってくるようなあのものが多かったんですけれども、実際萩原作太郎さんはすごくあの、まあ、お医者さんの良いお家のお子さんで、あの、まあ、流行に敏感というかハイカラではいらっしゃったんですよね。そうだよね、うん、おそらくあの、うん、家にカーテンが引いてあるんですけど、当時でカーテンっていうものがあの前橋にはなくて、うん、三越に、銀座の三越にカーテンをオーダーしたって書いてあって、あ、そうかと思って。なるほど。これからですね、ちょっとそんな、作太郎さんの一面が分かるような詩を2つ、続けて作美さんに読んでいただこうと思います。それではお願いいたします。旅情、萩原作太郎。フランスへ来たしと思えども、フランスはあまりに遠し、せめて新しき背広を着て気ままなる旅に入れてみん。汽車が山道を行くとき、水色の窓に寄りかかりて、我嬉しきことを思わん。5月の朝の東雲、裏若草の燃えいずる心任せに。
淡雅な食欲、萩原朔太郎。松林の中を歩いて明るい気分のカフェを見た。遠く市街を離れたところで誰も訪れてくる人さえなく、林間の隠された追憶の夢の中のカフェである。乙女は連々の恥じらいを含んで、あけぼののように爽快な別製の皿を運んでくる仕組み。私はゆったりとフォークを取ってオムレツ、フライの類を食べた。空には白い雲が浮かんで、大層甘雅な食欲である。朔太郎って旅の楽しみっていう文章を書いてて、はい、その旅の本当の楽しみは旅に行こうって自分が決めた時に心の中に海風のような風が吹いてくるっていう、それが一番楽しみで、はい、本当の楽しみは旅の途中にも旅の後にもないって書いてるんでね。あ、行く前ってことですか。行く前に、ああ旅に、自分が旅に出ようって思った時にわーって心が楽しくなる、それが旅の楽しさだっていう、なんだこいつ出かけないんだと思って方向音痴ですからフランスで迷っちゃうかもしれないです。でもやっぱり背広をこう準備するって、それもこれもオーダーメイドだったんですかね。だから、まあ、もちろん田舎には背広テーラーってないわけだから、うん、新しき背広を着るって言ったって大変な作業だと思います。そうですよね、うん、そして洋食をオムレツやフライといった、洋食なんか食べれるんですか ねフォークとかナイフ使えなかったと思うけどねでもやっぱりすごくそういう、うん、見た感じも、とってもなんていうか美男子といいますか、うん、実は、チラシがちょっと貼ってあるんですけれども、そこに2人の似顔絵がありまして、これ実は私が描いたんですけど、我ながら結構似てるかなと思ったんですけど、どうですかすごく面白い話がありまして、朔太郎は再生のことをものすごい美男子で、その詩の雰囲気から本当にこうなんか青白い魚のようなほっそりした美少年だろうって思い込んでいたそうなんですね。でこう2人が、文通を始めて1年後に初めて出会うんですけれども、再生が前橋に遊びに来るんですね。でその時にまず朔太郎を見て、うわなんか彫りの深いちょっとドイツ人のような顔立ちの、まあハイカラさんだなっていうふうに思ったそうなんですが、朔太郎の方はものすごいこうイメージが高まっていたので、まあその似顔絵のようなちょっとごついというかね、まあ、一説によるとゴリに似ているなんていうふうにも言われますけど、そうそうでもすごく私は再生さんの顔味があって大好きで、最初はその会った時にうわーって思ったらしいんです。なんかすごいこうステッキかなんかをついて出てきて、詩のイメージと全然違うって思った2人が、それでももうすぐに打ち解けて一生涯の友人になったというのは、なんかいろいろが反対だからあったんでしょうかね。ねえ、うん、まあ、分かんないですけどね、はい、推測するしかないんですけど、でもその朔太郎が、すごく一人でこうこの詩からっていう風にイメージを膨らませていた詩というのが今からご紹介しますが、皆さんももちろん、ご存知の詩です。再生の代表的な詩お読みいたします。象形以上その2、無老再生。ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しく歌うもの、よしや裏ぶれて井戸の固いとなるとても、帰るところにあるまじや。
人都の夕暮れに、ふるさと思い涙ぐむ。その心もて、遠き都に帰らばや。出したんですけど、はい、あの室麻子さん、あの再生のお、はい、うちの袋とはしょっちゅう会ってて、でもしら、まあ、あの森鴎外 の, あの娘さんでマリさん、あマリさん、森マリさん、それ3人会うと全然違ってて、はい、ともかくその麻子さんあのと、マリさんはお父さんのこと大好きっていうか、お父さんのことを褒めるわけで、はいはい、でお袋はお父さん全然なんか可愛がられたことないっていうのをあのずっと恨んでました。あ全然違うなと思って、萩原陽子さん、うん、お母さん、あそうなんだと思ってね。それと性質がやっぱりお袋はなんかやっぱり人とあんまり喋れないこうおどおどした感じだけど、あの室麻子さんはさっぱりとしたこうもう江戸っ子みたいな、なんだ、うん、私に全部ついてこいみたいな感じのさっぱりとした感じの印象でしたね。だから性格がこんなに変わるんだっていうふうに思いましたね。あの西生さん本当にお子さん子煩悩でいらして、ね、お子さんのことをこう詩にもたくさん書いてらっしゃいますし、そうですね、大体ね、あのお父さんが立派な人は娘はみんな離婚しますね。ね、ま、あのちゃんとした幸せな結婚した例を一人も知らない。で一人だけ太宰 の, あ の, あの太田春子さんだけは大丈夫かと思ったら離婚してましたね。で対馬さん当然でしょ。もう同い年を探すと全部ほとんど離婚してだからね、やっぱり現実の男はかわいそう、うんうん、ねえもうそこに理想を重ねちゃいますもんね。、うん、自分のお父さんを恋人のような感じで、うん、すいません何の話かよく分かんなくなってきましたけれど、でもあの再生は本当にあの魅力のある方で、あの娘さんにも優しいし奥様にも優しいし、そして、はい、あの、うん、女性がとても好きだった、そう、そうあのよくすごく優しい方だったということで、うちのお袋の机の前に再生さんからのハガキがずっと飾ってありました、ピンで。でそれはあのともかく休まずに毎日書けと、書けば必ずその何らかの形になるからっていうのをあのお袋はそれを励みに小説を一生書きましたね。それ世田谷、文学館に残ってます、そのハガキは。いつかぜひ拝見しに、はいはい、行きたいと思います。でそんな再生さん の, そのこう女性に対する何か優しさみたいなものが詰まった物語を今から、はい、2人で読ませていただこうと思います。まあ、優しさというか何というかすごくファンタジーなあのお話、皆さんもしてらっしゃると思いますけれども、おじさまと金魚の恋物語、蜜の哀れという物語を、あのこれおじさまっておそらく再生自身のことで、それを、さくみさんに役になっていただいて、私が金魚になります。金魚になる、そのために赤を着ていったって。金魚になりきります。では、そういえば鱗みたいな、確かに本当ですね、気づかなかった。ではお聞きください。蜜の哀れ、室尾再生。機嫌らしいね。だってこんな良いお天気なのに誰だって機嫌よくしていなきゃ悪いわ。あのね、この間ね、小説の雑誌刊登にあたいの絵をお描きになったでしょ。
入ったよ。一匹いる金魚の絵を描いた。おお、それがどうしたの？あれね、とってもお上手だったわ。目なんかピチピチしていて。頼まれて生まれて初めて絵というものを描いてみたんだよ。それでね、あれから後に1週間ほどしてから雑誌社からお礼のお金が書き留めでついたでしょ。いや、これも生まれて初めて画料というものをもらったんだが、あ、それがどうかしたのかね。どれだけいただきになったの？1万円もらった。おじさまはそれを私に正直におっしゃらなかったわね。いくら来たってこともね。いや、その金魚にお金の話をしたってどうにもならないじゃないの。だってあれ本当はあたいのお金じゃないこと。あたいをお書きになったんだもん。あたいにくださるとばかりそう思っていたわ。なんだか僕もそんな気がしないでもなかったんだけど。もうお金だいぶお使いになった？半分使ったけど。あたいにはとうとう何も買ってくださらなかったわね。まるで忘れてた。いいわ、あたい働くことにするわ。縁日の金魚だらいに出て行くわ。そしてどうする？買って行った人の家から番方にはおじさまの家にすぐ逃げて戻るわ。あたいは一匹で300円が掛け値のないお値段だから、逃げ出してはまた別の金魚屋に売られて、またおじさまのところに戻ってくるわ。いや、見つかったらどうする？殺される。人間ってケチだから300円もする金魚決して殺しはしないわよ。それに皆さんは金魚だけはどんな残酷屋さんでも殺すもんですか？金魚は愛されるだけなのよ。君は偉い金魚だ。娼婦であるが心理学者でもある金魚だ。ああ、こないだ明るい日の梢に何だろうと見ていると君の泳いでいる姿が見えていた。池を見るときは君はいなかったのだ。いや、君は恐ろしい金魚だ。木の間を伝い木の下に降りていったが、今でも本当のこととは思えないぐらいだった。あたいだってあれは本当のことに思えないわ。念のためにおじさまにお聞きいたしますけれど、例えばあたいを売ってくれという人が現れてきたら、おじさまはお売りになるかしら？売らないな。こんないい金魚はいないからな。人間の真似をする金魚なんてどこを探してもいないよ。おじさま、あたいね、昨日不意に海を渡る一尾の金魚と書いてみたのよ。とても大きい海の上に金魚が一尾反り返って燃えながら渡ってゆく景色なのよ。海を渡る一尾の金魚か。金魚はお魚の中でもいつも燃えているようなお魚なのよ。体の中まで真紅なのよ。なぜそんなに魚のくせに燃えなければならないんだ？燃えているからおじさまに好かれているんじゃないの。なるほど。おじさま、人を好きになるということは楽しいことの中でも一等楽しいことね。ねえ、いい考えが浮かんだのよ。おじさまとあたいのことをね、恋人同士にしてみたらどうかしら。おかしいかしら。いや、金魚とは寝ることができないし、キスもできはしない。ただ、君の言葉を僕が作ることによって、君を人間並みに扱えるだけだが、まあ、それでもいいね。君と恋仲になってもいいわ。あたいね、おじさまが親切にしてくださるから、甘えられるだけ甘えてみたいのよ。朝の牛乳のように、甘いのを味わっていたいの。おじさま、仰向いて寝てよ。あたいお腹の上だととてもお話しよいのよ。
おじさんの方からは顔がよく見えないんじゃないか。うん、これでいい？うん、それでいい。だいぶ体が温まってきたね。お腹がふにゃふにゃしてきたんじゃないかな。あたい、おじさまのお腹の上をちょろちょろ泳いでいってあげるし、太ももの上にも乗ってあげてもいいわ。お背中から登って髪の中に潜り込んで顔にも泳いでいって、お口のところにしばらく止まっていてもいいのよ。そしたらおじさま、キッスができるじゃないの。あたい、大きい目をいっぱいに開いて唇をうんと開くわ。あたいの唇は大きいし、のめのめがあるし、力もあるわよ。しまいに謝って君を飲み込んでしまったらどうなる？一大事件だ。そしたらお腹の中を一回りして、また上唇の上に戻って出てくるわよ。どう？いや、何分よろしく頼むよ。嬉しいわ。尾のところにお触りになってもいいわ。くすぐったくないよう、そよろそよろとお触りになるのよ。そう、そんな風にそっと撫で下ろすの。なんとも言えない触り具合でしょう。世界中にこんな夢みたいなものないでしょ。おじさま、尾にのめのめのものがあるでしょ。あれをおなめになるとあんまり甘くないけど、とてもおいしいわよ。しごいておとりになってもいいわよ。そんなことしたら君は泳げなくなるじゃないか。いくらでも次からのめのめの油が湧いて出てくるわ。あたい、のめのめのたくさん湧いている日が一等嬉しい日なのよ。こう言っている間にぐんぐん湧いてくるわ。おじさま、して。キスかい？うん、あたいのは冷たいけれどのめっとしていいでしょう。何の匂いがするか知っていらっしゃる？空と水の匂いよ。おじさま、とうとう今年はあたい子供を産もうと願いながら産む間がなかった。ねえ、なんとかしておじさまの子を産んでみたいわね。あたいなら産んだっていいでしょ。ただどうしたら産めるか教えていただかなくちゃ。ぼんやりしていては産めないわ。君は大変なことを考え出したね。そんな小さな体で僕の子を産めるかどうか考えてみてごらん。それがね、あたいは金魚だからよその金魚の子は産めるんだけど、おじさまの子として育てればいいのよ。おじさまはね、毎日大きくなったあたいのお腹を撫でたりこすったりしてくださるのよ。そのうちあたい一生懸命おじさまの子だということを心で決めてしまうのよ。おじさまの顔によく似ますように、毎日お祈りするわよ。大事に大事にして育てるわ。でね、名前をつけなくちゃ。そっか、金太郎とでもつけますか。もっと立派な名前でなくちゃ。いや、じゃあゆっくり考えておこう。ではあたい急いで交尾してまいります。いい子をはらむよう一日中祈っていてちょうだい。あ、赤いのがいいんでしょ。金魚は赤いのに限るわよ。黒いのは陰気臭いから。例によって燃えているたくましいやつを一尾捕まえるわ。しくじるな。しくじるもんですか。炎のようなやつと夕焼けの中で燃えて取り組んでくるわよ。おじさま、まだお腹なんか撫でて。あのね、どうやら赤ん坊ができたらしいわよ。お腹の中は卵でいっぱいだわ。これみんなおじさまの子供なのね。
そんな覚えはないよ。君がよそから仕入れてきたんじゃないか。それはそうだけれど、お約束ではおじさまの子ということになってるはずなのよ。ああそうだ、ああ僕の子かもしれない。そこで毎日毎晩撫でていただいて、愛情を細やかに注いでいただくと、そっくりおじさまの赤ん坊に変わっていくわよ。どんな金魚と交尾したんだ。目のでかいブチの帽子をかむっている子。その金魚言ったわよ。急にどうしてこの寒いのに赤ん坊が欲しいんだ。だからあたい言ってやったわ。ある人間が欲しがっているから産むんだと。だからあんた父親の権利なんかないわと言っておいてやった。そいつ怒ったろ。怒って飛びついてきたからぶん殴ってやったけど、強くてこんなに尾っぽ食われちゃった。おお、痛むか。避けたね。だからおじさまの唾で今夜ついでいただきたいわ。筋があるからそこにうまく唾を塗ってペトペトにして継げばわけなく継げるのよ。攻めたいんではダメか。あら、おかしい。攻めたいんで継いだらあたいの体ごと尾もひれもみんなくっついてしまうじゃないの。おじさまの唾に限るわ。はあ、老眼鏡でないと細かい尻尾の筋はわからない。はい、お眼鏡。おお、ほら、はなはだ困難な仕事だ。ペトついてまるでつまむことはできないんじゃないか。もっとこう広げるんだ。何よ、そんな大きな声で広げろなんておっしゃると誰かに聞かれてしまうじゃないの。知らないよそんなこと。恥ずかしいわ、そこ広げろなんておっしゃると困るわ。何が恥ずかしいんだ。だって。何がだってなんだ。あんな大きい年をしてさ。おじさま、そこに何があるのかご存じないのね。これでいい？もっと広げて。恥ずかしいな。覗いたりなんかしちゃ嫌よ。あたい目をつぶっているわよ。ああ、目をつぶっておいで。うまく尾がつけたらしいよ。目を開けていい？いいよ。尾を張ってみたまえ。ありがとう。ピンと張って泳げるようになったわ。おじさま相当上手なのね。尾の扱いも手慣れていらっしゃるし、あちこちの金魚を騙して歩いてるんじゃない？君は晩には水に帰っていくが、帰っていくことをいつだって忘れたことがないね。そしたら死ぬもの。あたいね、死んだらもう一度化けてもいいからお会いしたいわ。あたいたちの命って短いでしょ。だから化けられたらいつか化けて出てみたいと思うわよ。まだまだ死なないよ。夏は長いし秋もゆっくりだもの。あたいいつ死んだって構わないけど、あたいが死んだらおじさまは別の美しい金魚をまたお買いになります？とうから気になっていて、それをお聞きしようと思っていたんだけれど。もう買わないね。金魚は一生君だけにしておこう。嬉しい。
おしまい。最初にこれをご一緒させていただきたいんですってお願いした時のさくみさんの一言が忘れられません。この蜜の哀れをちょっと一緒に読みたいですって言ってお渡ししたじゃないですか。なんておっしゃったんでしたっけ。なんか変な話だね。これ何、みたいなこうご反応だったのがすごくおかしくて、でも可愛い話ですよね。なんかこうリアルに読んでいいのかなんかいまいちかちょっと分かんなくて、もう完全妄想の世界だと思います。もう再生さんの、ね、これ再生さんが晩年に書かれていた物語で、本当にだからこうおじさまの気持ちでね書かれたんでしょうね。でもすごくそれをさくみさんとがおじさまを再生をやってくださるっていうのがこれまたすごい感動でございます。ありがとうございます。さあ、時間の方も、もうどれぐらい経ったんだろう、すいません。最後にあと2つだけ、作太郎と再生の詩をご紹介させて終わりたいと思う、させていただいて終わりにしたいと思います。萩原作太郎のこれ大変有名な詩で、前橋文学館に行きますと館内にドーンとこの詩が書かれているんですけれども、竹という詩です。それではお聞きください。竹、萩原作太郎。光る地面に竹が生え、青竹が生え、地下には竹の根が生え、根が次第に細らみ、根の先より繊毛が生え、かすかに煙る繊毛が生え、かすかに震え、固き地面に竹が生え、地上に鋭く竹が生え、まっしぐらに竹が生え、凍れる節々りんりんと、青空のもとに竹が生え、竹、竹、竹が生え。そして最後は2人で、詩をご紹介します。今度は室生再生の、朝清めという詩なんですが、これ漢字にすると朝を清めると書いて朝の掃除のことらしいんですね。朝清めという詩を読みます。朝清め、室生再生。悔いのない一日を送ることも容易ならざる光栄である。時間いっぱいに多くのものを読み、何かを心に書き連ね、少しもたるみなく今日を暮らそうと身構えてはいるけれど、のろまな生涯がのろのろと山また山の彼方に続いている。山のあなたに幸い住むと昔の詩人は歌ったけれど、山の向こうも山ばかりがそびえ、果てには波打つ海があるだけだ。何事もなし得なかったごとく、なし得なかったために、見極めがつくまで生きねばならない。町の向こうも町だらけ、果てには山があるだけだ。幸福なんぞあるかないかもわからないが、生きて生き抜かなければならないことだけは確かだ。生きて生き抜かなければならないことだけは確かだ。